皆さんこんにちは、ジゴンです。ということで今回も e フットボール2022情報を紹介していきたいと思います。はい、ということで今回は e フットボールの海外版のツイッターアカウントが何やらいろんな質問に答えているツイートをしているということで、そちらの内容を紹介していきたいと思います。今回まず書かれていたのが、次にメジャーに先んじてE フットボール発表、私たちが見た一般的な質問に簡単に答えたいと思いました。今月はさらに多くのことをフォローしますということで、まあいろんな質問がね届いたものに簡単に答えていきますよみたいなことが書かれてるんだと思います。まあ直訳自体ちょっとね変な表現あると思うんですけど、まあその辺は分かる範囲でね、まあ噛み砕いて紹介はしていこうかなって思います。ということで、早速、まあ何個かの質問がね、ツイートされているので、そちら紹介していきます。やっていきましょう。はい、まず一つ目の質問なんですけど、 e フットボールですか、コンソール用の単なるモバイルゲームということで、答えは e フットボール、最初はコンソール用に開発されましたが、誰もが楽しめるプラットフォームです。ゲームはサポートされている各デバイスのハードウェア機能を最大限に活用しますということで、まあこれに関しては、この e フットボールはモバイルゲームですかみたいなことを質問したんだと思います。まあ最初はやはりコンソール用、まあ PS4 とか、まあ PC とか、まあそのような向けに開発をしたんですけど、まあモバイルなどは最大限の機能を活用しますよということが書かれていると思います。まあこの内容は今まで紹介した内容とほとんど同じですね。はい、次の質問いきましょう。次世代グラフィックスはモバイルユーザーと対戦するためにダウングレードされますかということで、まあ、これに関しては、まあ、次世代基盤は、まあ、モバイルのプレイヤーと対戦するときにグラフィックがちょっと劣化するんじゃないかっていう質問をしてるんだと思うんですけど、まあ、モバイル版のグラフィックを調整するんですけど、コンソール、まあ、PS4、PC とか、まあ、Xbox なんかはグラフィックはダウングレードされませんということで、まあ、今のねグラフィックで楽しむことができる、まあ、機能上がるかもしれないですけど、まあ、その辺は現状維持ですよっていうことが書かれています。まあ、モバイルのグラフィックを調整するっていうのはどれぐらい調整されるんでしょうね。コンソール版と比べてはやはり下がってしまうということでいいのかなとは思うんですけど、まあ、その辺は具体的には分かりません。はい、次の質問いきましょう。クロスプラットフォームのマッチメイクをオフにしたりフィルタリングしたりできますかということで、まあ、他のデバイスと、マッチングしないように、まあ、制限かけたりできますかってことだと思うんですけど、場所とプラットフォームに基づいたマッチメイク用の複数のフィルターが含まれますということで、まあ、場所に関しては、まあ、環境面だと思うんですけど、まあ、近いプレイヤーとそういうことだと思います。質問と答え、まあ、基本的にね、過去に紹介した内容だと思うんですけど、まあ、プラットフォームごとに、マッチングをかけたりとかもできますよってことが書かれてるんだと思います。はい、続いて、ここからが結構、まあ、気になる話題かなというところなんですけど、まずはアーリーオータムのローンチは基本的にデモですかということで、まあ、アーリーオータムというちょっと発音おかしかったな、まあ、このローンチの時期、これは体験版クラスなのかっていうことを聞いてるんだと思うんですけど、まあ、多くの点でそうですということで、変な日本語ですけど大体合ってるってことでしょう。まあ、e フットボールを実際に体験してもらって、できるだけ早く限られた数のチームとモード、こちらでローンチするということでリリースしますよということ。まあ、これについても結構ね噂されてましたし、まあ、7月に発表された今後の予定のアーリーオータムのところは、まあ、ほぼ体験版で決定かなってとこです。はい、次の質問いきましょう。発売時に無料でプレイできるのは正確には何ですかということで、おそらく発売時に無料でできるのはどういうモードがあるかっていうところだと思うんですけど、初週の期間中、まあ、アーリーオータムですね、e フットボールマイクロトランザクションがないため起動時に全てが無料でプレイできますということで、マイクロトランザクションとは何でしょうね。まあ、起動するときに無料でプレイができるということで、ちょっと答えがよくわからないんですけど、はい、でその後秋にね、追加コンテンツなんかが、入ってくるっていうことが書かれてます。具体的に何がプレイできるかはちょっと書かれてないですね。はい、次行きましょう。初週、まあ、アーリーオータムの CPUAI と対戦できますかということで、まあ、コム戦がありますかっていうことを聞いてるんだと思うんですけど、まあ、答えとしては、はい、ローカルマッチにはこれが含まれますということで、まあ、コム戦をね誰が気になって聞いたんか分かりませんけど、体験版にはコム戦は対戦できるようになってるらしいです。はい、次なんですけど、まあ、編集モード、まあ、エディットモードのことだと思います。それからオプションファイルはサポートされますかということで、まあ、PS5、PS4、PC は無料アップデートとして初期リリース後に編集モード、まあ、エディットモードだったりとかオプションファイルが追加される予定ということで、まあ、紙データなんかを入れる時の必要なものだと思うんですけど、まあ、その辺は初期リリース後に追加される予定らしいです。なので体験版ではさすがに無理っていうところですかね。はい、次行きましょう。マスターリーグはいつ e フットボールに追加されますかということで、マスターリーグは将来的にプレミアムダウンロードコンテンツとして利用できるようになります。今後の発表お待ちくださいということで、さすがにこれね、いつ追加されるのかは教えてくれなかったんですけど、まあ、マスターリーグは将来的にって書いてるので、マスターリーグは確定のようですね。今後ダウンロードコンテンツとして登場するということが、まあ、ほぼ確定になりました。はい、最後見ていきましょう。ちょっと変な日本語なんですけど、特別捜査官なしでプレイヤーに署名できますかということで、意味がわからん。
なるほど、英文を見たらいいですね。スペシャルエージェントなのでガチャの関連の質問をしてますね。Can you sign players ということで、まあ、ガチャ関連の質問っていうのはわかるんですけど、以前のゲームには強力な宝くじ要素、まあ、多分ガチャ要素のことだと思うんですけど、これがありました。e フットボールプレイした試合に基づいてアイテムを受け取るシステムであるマッチパスを使用して、お気に入りのプレイヤーを指名して獲得できます。無料有料のマッチパスが利用可能になりますってことで、まあ、これに関しても、まあ、知ってる内容かなと思うんですけど、まあ、ガチャ要素がね、今までは強かったですけど、マッチパスというシステムが入ることによってアイテムを受け取るようなシステムがあるよってことです。それがまあ有料と無料のものがありますよっていうことですね。まあ、これに関してはまあ知ってたかなってところです。はい、ということで海外版の e フットボールのツイッターの方も紹介したんですけど、まあ、ここに書いている通り、今月はさらに多くのことをフォローしますということで、フォロー、フォロワーのフォローとかじゃないと思うんですけど、多分質問に多く答えていきますよとかそういう意味だと思うんで、まあ、今後もこのような質問に答えていくツイートなんかはされていくんじゃないかなと思うので、また紹介されていたら動画で紹介していこうかなと思います。はい、ということで、まあ、今回、まあ、そんなに大きな情報としてはなかったですけど、また今後ね、また新しい情報が出てくるかもしれないので、まあ、このアカウントもね、しっかり追跡していこうと思います。こちらのチャンネルでは e フットボール2022情報ね、今までもいろんな情報を紹介してますけど、まあ、8月中にね、新情報が出るらしいので、またその動画も、撮っていきたいと思います。チャンネル登録まだの方は、よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ということで、今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。